コンゴーは日本海軍の軍艦。鉄骨木飛船体の鉄鋼体コルベットになる。比叡は姉妹艦。艦名は奈良県と大阪府にまたがるコンゴー山にちなんで名付けられた。イギリス春のアールス社で建造された。設計は後に造船総艦となるエドワード・ジェームス・リードである。1878年に日本に開港され、 4月26日に横浜港に到着した。比叡と共にエルトゥールル号遭難事件の生存者をトルコに送還した。日清戦争に従軍官邸類別等級標準が制定された際には三等海防艦に類別された。日露戦争に従軍し、後に測量任務につき、日本近海の水路測量を行った。1909年に除籍された。 鉄骨木皮船体の鉄鋼体コルベットになる。搬送は3章。機関室の長さは66フィート8イン。主機は、横置き帰り働け式2段に機頭レシプロ1機で、シリンダーの直径は、高圧60イン、低圧99イン、工程は共に39インだった。また、フレメン複水機1機を装備した。ボイラーは、高窓管6機で、蒸気圧力は60ポンド。 平方インチ。1889年3月に従来のボイラーが老朽化したため、横須賀海軍造船所で同形式の新ボイラー6機と交換した。ボイラー交換後の成績は以下の通り。1883年2月に発電機装備の訓令が出された CT グラム式発電機1機を搭載した。1874年には佐賀の乱が起こり、 また、生体の役による清との交渉でも、軍備増強の必要が急速に高まった。このため、イギリスとオランダから軍艦2隻を購入する案もあった。1875年4月15日に、海軍、大助河村住吉が、軍艦3隻をイギリスの造船会社に注文することを提案し、5月2日に許可を得た。そのうちの鉄骨木飛艦の1隻が、 後の混合となる。建造費は鉄骨木旗艦2隻で172万1095円余りだった。1875年6月15日混合と命名。9月24日寄港。1877年4月14日浸水。1878年1月に竣工した。1878年1月30日イギリスを出港した。 他の資料によると2月18日に艦長らが乗り込み春子を出港した。3月4日、経由地の丸太を出港。4月20日に伊藤俊吉中佐の艦長人事が内立された。4月26日午前10時に横浜港に到着。今号にはウェーブ艦長外、乗員47名が乗艦していて、イギリスへの留学生3人が便乗して帰国した。 5月4日、金剛は、兵学校諸葛として、練習官に定められ、館には三頭とされた。5月7日受け取り委員が任命され、5月11日、金剛の定員は255人とされ、5月18日に、ウェーブ館長から官を授受した。8月28日に、函館港を出港、ウラジオストクへ向かい、9月6日小樽港に戻った。 1879年2月3日、金剛は、平学校から、東海守府へ所轄を変更し、常備艦と定められた。2月22日、横須賀から横浜に開校した。5月29日、横浜港を出港。兵庫港に5月31日に、6月3日、三原湾に開港、道地を6月5日出港した。長崎港に6月6日期。 6月11日発。6月11日午後2時30分イマリ湾で、浅瀬に、ザス、15日に、リスし、翌16日同地を出発、長崎に開港した。長崎を6月26日発、翌27日イヨマンガ浜に到着。6月28日カモイ島沖で、アメリカ間リッチモンドの出港を待ち合わせた。同日は、トモ湾に停泊、その後神戸。 清水に帰港し、7月3日横浜港に帰港した。7月18日横浜から横須賀に開港。8月6日横浜に開港した。期間に故障があり、横須賀丸に栄光されて8月16日横須賀に開港した。8月26日品川に開港した。9月2日横浜に開港し、翌3日横浜出港。 東京湾外で不装と射撃訓練保護を行い、同日品川に戻った。10月1日品川発、艦隊訓練を行い、同日横浜に到着した。11月12日横須賀に開港した。11月18日横須賀発、搬送訓練などを行い、立山湾に開港した。11月20日立山湾から横須賀に開港、翌21日に再度立山湾に、 開港22日に横浜に帰着した。11月23日24日は横浜を発着し、搬送訓練などを行った。以後翌年3月まで横浜港に停泊した。1880年3月17日横浜を出港、浦賀沖からイタリア海軍軍艦の先導を行った。同日横須賀入港。 4月15日横浜に開港した。5月15日横浜を出港、5月16日清水港に。5月31日清水港を出港し、同日横浜に帰港した。7月4日横浜港を出港。的谷に帰港し7月8日神戸港に入港した。7月21日神戸発。23日に横浜に帰港した。7月27日品川に開港。 8月1日同地を出港し、8月6日、函館港に入港した。8月12日函館発、宮古港に帰港し、8月16日品川に入港した。8月20日から横須賀造船所で修理を行った。海軍省報告書によると1881年10月20日まで修理を行った。9月5日、今剛は横浜に開港した。 1881年2月4日午後0時50分に横浜港を出港2月8日の朝は下関沖で下泊し2月9日長崎港に入港した2月13日午前6時30分長崎を出港2月17日午後4時13分上海に入港した2月28日午前11時10分上海発3月2日長崎に帰国した その後、三原市、兵庫、清水港に寄港し三月十二日午後九時十九分、横浜港に寄港した。五月十八日午前九時四十七分横浜を出港午後二時五十五分に観音崎沖に停泊し、不走と共に展覧、大砲射撃を行い午後四時五分出間午後五時十八分に横須賀港に入港した。翌5月19日に 横浜に開港した。5月25日横須賀に開港、同日横浜に帰港した。6月21日午前10時横浜港を出港し、6月24日函館港に入港した。翌25日に青森に開港、6月29日民間屋湾に開港、6月30日同地を出港した。6月30日民間屋湾を出港し、 翌7月1日を樽湾に入港した。7月2日を樽を出港。3日に函館湾に入港した。7月3日同港を出港し、7月9日午後に横浜港に帰港した。7月7日、北海道行港時は、不相がお召し館。金剛と日清は、警備官とされた。8月10日横浜港を出港。8月13日函館港に入港した。 8月22日青森湾に開港、8月29日同地を出港し、翌30日に小樽湾に入港した。8月31日同地出港し、南波線船の救助を行い、9月1日函館港に入港した。9月7日、青森湾に開港、10日に函館港に戻った。この頃、函館と室蘭で修理を行っている。 9月17日、函館港を出港、9月20日、横浜港に帰港した。横須賀造船所で12月16日から12月29日まで修理を行った。1882年1月9日から6月3日まで、今後は横須賀造船所で修理を行った。5月30日、横浜港から品川湾に開港、6月4日に同地を出港し、 6月5日、清水港に入港した。同地で艦隊訓練を行った。6月26日清水港を出港し、翌27日品川湾に入港した。1882年に神後事変により朝鮮水域警備。7月31日貧海を出港。8月2日神戸港に入港。翌3日出港。8月9日住物浦に到着した。 9月15日同地出港、9月18日、下関に帰国した。9月24日、三原湾に開港、翌25日同湾を出港し、同日兵庫港に入港した。10月3日、同港出港、10月5日品海に帰着した。今号は12月22日から翌1883年5月23日まで、横須賀造船所で修理を行った。 1883年9月29日、横須賀港を出港し、不装、金合、比例の三隻で艦隊を組んで、以降行動した。同日は、立山湾に停泊、翌30日同地を出発して10月1日から2日は、清水港、10月3日から9日は、神戸港、10月11日から20日は、長崎港にそれぞれ寄港、10月20日に長崎港を出港し、 翌21日に、富山浦に到着した。10月25日富山浦発、同日竹敷に帰国した。温休助訓年化参調査によると、同日尾崎に帰国した。10月27日竹敷から伊万里に開港した。艦長死去のために比叡はここで艦隊を外れ、以降は、不相と混合の二隻で行動した。11月28日伊万里を出港して、佐世保。 上野省、広島に帰港し、12月21日神戸港に入港した。1884年更新政変により、朝鮮水域警備。12月21日横浜港を出港し、翌1885年1月24日に長崎港に帰国した。1885年12月1日馬館を出港し、朝鮮での警備を行った。 翌1886年6月15日、長崎港に帰国した。1887年、航海練習館に指定された。1888年、クレチンジュフ所属の練習館に指定された。1889年8月14日、横須賀港を出港、小移行補正のハワイ方面遠用航海に従事した。翌八百九十年二月十二日、 シナ海に帰国した。1890年8月23日第一種に定められる。1890年9月にエルトゥールル号遭難事件が起き、トルコ軍艦エルトゥールル号生存者を送還及び援用航海のため、両艦、比エと共にコンスタンチノープルを訪問した。今後は10月5日シナ海を出港した。10月11日に生存者を便乗させて、 神戸港を出港し、翌1891年1月2日に、コンスタンチノープルに到着。5月10日、シナ海に帰国した。1892年9月24日に、シナ海を出港、万宮派方面へ向かった。翌1893年、何和と共に、法人保護のためホノルルに派遣される。同年4月22日に、シナ海に帰国した。 1894年4月19日にシナ海を出港、ホノルル方面へ向かい道地の警備を行った。今号は8月5日、横須賀港に帰国した。1894年8月6日に日清戦争が開戦。今号は8月13日佐世保港を出港し、大連、旅順、一海へ攻略作戦等に参加した。 1895年3月23日、今号はクレコに寄港した。4月4日クレコを出港、6月24日佐世保港に寄港した。1896年4月11日貧海を出港、隣国諸港をめぐり、8月24日ネムロ港に帰国した。1898年3月21日に三島海防艦に類別された。 同年3月17日に横須賀港を出港、遠洋航海を行い、9月16日に横須賀に帰国した。1900年2月21日に遠洋航海のために横須賀港を出港した。7月、遠州航海中の金号は、フィジーから東京湾への途中、幻島のロスジャルデン諸島とグランパス島を捜索したが、島は発見されなかった。 この結果をもってグランパス島は日本の海図から削除された。7月31日に横須賀に帰国した。1902年2月19日横須賀から遠洋航海に出港し、8月25日横須賀に帰国した。1904年2月6日日露戦争開戦。戦争中、海門は沈海湾、旅順港警備従事した。 2月19日竹敷を出港、12月7日舞鶴軍港に帰港した。12月27日境港を出港。1905年1月19日佐世保港に帰着、2月11日佐世保港を出港した。戦争は10月16日終戦となった。終戦後も旅順方面で警備活動を行い、12月5日佐世保港に帰国した。 1907年7月12日に宮津湾を出港、韓国南岸を航海した。7月24日に竹敷に帰国した。また、同年9月9日仙崎を出港、両島半島方面の警備を行い、12月3日、佐世保港に帰国した。1908年5月29日柏原湾を出港、カムチャッカ半島方面の警備を行った。 7月21日、片岡湾に一時帰国。7月22日、道湾を出港。8月3日、道湾に一時帰国した。8月5日、道湾を出港。8月23日、柏原湾に帰国した。1909年7月20日、除籍。10月18日、廃線の上売却するよう訓令が出された。予定価格は5万5千円。 7月27日舞鶴鎮守公務部が受け取り、売却まで同部が保管した。1910年5月20日に売却された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。